地球を回る人工衛星。衛星のデータは今の便利で豊かな生活にはなくてはならないものになっています。そこで JAXA 衛星利用推進センターの岩本さんに衛星データの利用の可能性について聞いてみました。岩本さんの仕事について教えてください。はい、人工衛星は、人間のような目で、地球を見たり、それから、機械を使って人間の目では見えない地球を見たりします。で、私の仕事はそういった衛星が取ったデータを我々の地球上での生活に役立てること、どういうふうにしたら衛星データを使って地球上の我々の生活が良くなるか、そういったことを考えるお仕事です。衛星データは暮らしの中でどのように利用されているのでしょうか。はい、人工衛星っていうとなんか難しいものっていうイメージがあって、なかなか我々の生活とはこう関係しないと思われる方もいるかもしれませんけども、実際には例えば今気象衛星で我々がこう天気予報を知るとき、そういったときも人工衛星使われてますし、通信衛星ですね、オリンピックを見るときに、こう地球の反対側の映像を送ってくれるのも人工衛星です。それから皆さんがよく使うカーナビ、これも人工衛星のおかげで我々は自分がどこにいるかというのを知ることができます。そういう意味では今いろんなところで人工衛星というのは我々の生活の中に溶け込んでいて、我々の生活を良いものにしてくれている、そういったものになってます。私たちが住む街の情報も衛星データが使われているのですか。はい、地球の表面を人工衛星で撮影して、例えば地図を作成したり、それから災害の状況を把握したり、地球上の異変を把握したりします。分解能というんですけれども、人工衛星で見れる幅というのがどん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 今小さくなっています。今1メートル近くの衛星も出てきてまして、かなり細かいところまで見えるようになっています。で、また人工衛星からですね、地球表面の3D の画像を作れるんですね。全球の、地図を作れます。で、それを使うことで、例えば皆さんがやって家でこうシミュレーションゲームとかありますけども、そういったものでこう地球の立体地図を利用したり、そういった使い方もできるんですね。天気予報がよく当たるのも人工衛星のおかげでしょうか。はい、JAXA の打ち上げた衛星ではですね、1時間おきの地球全体の雨の分布のデータを出すことができます。で、また例えば台風が来た時にですね、雲の中に台風の目がどこにあるか、そういったものが分かるような衛星も今開発されていて、人工衛星のデータがいろんな使われ方、まさに気象にも使われて、で天気予報の精度がさらに上がる、そういった使われ方にも人工衛星は役立ちます。ビジネスではどのように衛星データが使われているのですか。はい、地球全体の水の循環量が分かります。で、例えば砂漠であってもどれくらい水分が含まれているかって分かることで砂漠化の研究ができたり、それから海の海面の温度が分かるんですね。で、海の温度が分かるとどういうことができるか、例えば漁業をしている人、大体魚っていうのは潮の親潮と黒潮の潮目、その辺に魚は集まると言われています。人工衛星を使って海の温度を知ることで、漁に行く漁師さんはその魚のいそうなところにこうすぐ船で行くことができて、こう魚を釣ることができる、そういったところでも、人工衛星は役立っています。魚を取るのが楽になりますね。そうですね、漁に行くときにやはり船のガソリン代がこれで節約できるですとか、いろいろ効率的な漁業ができるということで、はい、役立ってます。漁業のほか農業でも利用されているのですか。はい、例えばお茶を作るのに、人工衛星も使われてます。で、お茶っていうのはですね、テアニンっていう成分があって、お茶に含まれる窒素の量でこの味が決まるんですね。で、これを人工衛星から観察して、こうお茶畑の中の美味しいお茶のところはどこかなっていうのを探して、そこのお茶を摘んできて、人工衛星で見つけた美味しいお茶としてこう実際に販売されたりもしています。衛星を使った利用実験も行われているようですね。はい、例
例えば今皆さんカーナビって知ってると思うんですけども、人工衛星を使って我々がどこにいるかっていうことを知ることができます。で同じようにですね、で例えば農業の場でですね、トラクターに装置を取り付けて人工衛星からそのトラクターを制御することで無人でトラクターの運転を行ったり、例えば自動車がどこに走っているかとか電車がどこに走っているかっていうのは分かりますので、将来的にはそういった交通の管理、このためにも人工衛星はどんどん役に立つというふうに考えています。他にはどんな利用の仕方がありますか？そうですね、衛星から撮った地球の表情っていろいろな表情があります。で我々研究者的な観点だけじゃなくてですね、いろんなデザイナーの方に地球観測のデータを見てもらったんですけども、なかなかこうデザイナーの方が普段想像するようなことができない絵柄デザインっていうのが地球のいろんなところにあるっていうのが分かったんですね。例えばですね、サウジアラビアで円形農場というのがあります。でこれはサウジアラビア砂漠なので農場を作るためにスプリンクラーを使うんですね。でスプリンクラーでこう水をまくとちょっと丸い畑ができます。でこれが宇宙から見えるとこう砂漠の中に緑の丸が点々とあってですね、とても不思議な綺麗なデザインになるんですね。でこれを何かデザインに使えないかということで、この円形農場のデザインを使って、ソファーを作りました。でこれはですね、JAXA の東京事務所新御茶ノ水にあるんですけれども、ここの交流スペースにも実際に展示しているので、ぜひ見に来てください。ソファー以外でもですね、例えばジャケットブルゾンなんかの柄として使ったり、宇宙から撮った地球の表情を使ったいろんな商品が今出てます。衛星データを利用してもらうためにどんなことに取り組んでいますか？はい、より皆さんが身近に衛星データを利用してですね、いろんなところに役立ててもらえるように、我々としては例えばホームページ上でいろんな衛星データを紹介したり、それから研修をして衛星データをこんなふうに使うんだよ、そういったことを、やったり、研修の他にはいろいろなコンテストをやったりしてます。例えば衛星データを使った、ソフトウェアを開発するためのコンテストをしたり、それから小学生や中学生、高校生を対象に衛星データを使ってですね、我々自分の住んでる町、例えば昔の今の町を比べてみよう、そういったことをテーマに衛星データを使ってもらおうというところでコンテストを開いたりしてます。でコンテストをやっていない時でも、こういうふうにすれば衛星データを使えるんだよっていうことをですね、日本宇宙少年団などと協力してホームページでも公開してますので、ぜひ皆さん見に来てください。衛星データの利用について皆さんにメッセージをお願いします。はい、我々は皆さんにですね、その新しい衛星データの使い方、こんなことで使えるよとか、こんなことに役に立つよと、ぜひ皆さんに教えてもらいたいと思ってます。ぜひ皆さんにですね、いろいろな衛星の使い方アイデアを提案していただいて、皆さんと一緒になって人工衛星を我々の生活に役立てるように、人工衛星が有効に使えるように、ぜひ皆さんと一緒に考えていけたらと思ってます。